おはようございますお寺の朝から始まる安養な生活あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト今週は名古屋市瑞院寺住職飯田正則さんですトークの後は全国各地の坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けしますこのラジオはノートマガジン 松本証券の北条庵よりお送りしますおはようございます。 おはようございますナマンダブツナマンダブツナマンダブツはい、えー、今日もお飯田正則さんとおしゃべりをしていきますよろしくお願いしますお願いしますはい。ナムアミダブツのブレイクスルーのお話をお、まあ、昨日はお東日本大震災を聞くっていうねお、はいね、話を伺ったんですけど、はい、うん うんとまあ、そ,そこでえ、まあ、得たというのか得たって言っちゃった時点でなんかまたこうすり抜けていっちゃう感じがあるんですけどいやいやでもうその時の感覚とか、うん、南無阿弥陀仏とのあ出会いですよね。うんそうですね、うん、はい 聞こえたっていう、うん、まあそこが多分その後の、えー、飯田さんの活動にもかなり影響してるのかなと思っていてで、まあ、飯田和尚といえばナマンダブ和尚でもあるんだけどアップデートする仏教周りで結構、はい、あのなんていうのかな盛り,盛り上げたっていうか、ね、一つこうアップデートする仏教 まあ、全国に届けたもうあの本、ー、当今城良瑞さん、はい、ねアジャリが、えー、企画されて「うん、アップデートする仏教を体感しよう」っていうワークショップを、うん、大阪の四天王寺さんで、はい、第一回目を企画されてその時のサポートというか、えー、一生さん をあのえー、今城さんから誘ってで領土さんと僕親交があったんで、うん、あの今城さんから「井田君ちょっと領土さんに声かけて」って言われてでそれで共同主催という名目で今城さんと僕のダブルネームでアップデートする仏教を体感しようっていうのを始めたんですよね。ですよね。でうん、アップデートする仏教は、えー まあ説明すると長くなるのでえ何回か前に出てくださったあのゲストの山下良道さんのえポッドキャストも聞いてもらったらと思うんですけどあのこの「テンプルモーニングラジオ」にもね出ていただきましたけど「あれアップデートする仏教ってじゃあ何なの?」って言われた時何なのって言われた時えー、まあ アップデートする仏教仏教1.02.03.0っていうあくくりで、えー、<coughs> 仏教を捉えてるのがその本の中に書かれていて、うん、仏教1.0を今の既存の日本の仏教で2.0をテーラワダ系のジョ部ザブ仏教で3.0を 磯、えー、さん領土さんが進めている仏教活動を3.0としている、うんうん、っていう説明 <laughs> ちょっと分かんないなまあそうですよね、うん、ちょっとあのその1.02.03.0って言っているのは、えー、著者の領土さんと一生さんの、はい。 まあ人生の旅、うん、仏教人生の旅のこう遍歴みたいなこいで一点ゼ1.0で日本仏教をやってきて、まあ、特に禅年、ねはい、をやってきてでその後上座部、うん、領土さんは上座部です領,領土さんは上座部に一生、うん、さんはアメリカでアメリカではい、うん、出会い、はいうん、マインドフルネスそうですよねマインドフルネスですねはい でえー、ところがどっこい、うんうん、っこの1.0経験があったからこそのその領土三一生さんは2.0を経て、うん、3.0っていうところをこう,、うん、うん,なんだろう開くというのか。はいうん そういうでそうでしたよねそうですねそれをまあ本は本として書いたわけだけど、うん、体験してみようとう、ね、体感しようとそうですねまあお二人の対談というかお話を聞くっていうのもあるんですけどう、ね、その領土さんと衣装さんのワークショップですよね、うん、あの瞑想指導というか座禅指導というか、うん、そういうのを 実際にやってみよううとということをその四天王寺で初めてやってで今城さん自体はもう一発でも終わるつもりだったみたいなんですけどすげえ良かったんで僕名古屋でやりたいですって言ってあの行ったらあの一緒にもちろんやってくれてうん、うん、でそこから東京は、うん、あれですあの 世界の益田がいるところでやったんですけどね。はい。あの仏教伝道協会お借りして、うん、で大阪名古屋東京でやって、うん、で東京も結構人が集まってくれたんですよね。うん、でその時にあのあ違う名古屋でもあったんだ後藤さやかさんってね。ああそうです なんていうんですかねスタッフに加わるというか私でよかったらって言ってあの会社の名前貸してくれてそのベースで全国暗夜がスタートしたって感じですねはいそういう縁かうんなんかね今城さんもそうだしあと演樹さんとか演樹さんとかねなんかあのアップデートする仏教をこう体感しようツアーの チームは何かなんかだろうちょっと戦闘力の高そうなお坊さんがいや僕からしたらもうスーパースターばっかでしたよ <laughs> ほんとそれこそね松本さんが以前やられてたあまあ今もありますけど彼岸地産にあの写真で載ってた人たちじゃないですか藤岡円い山城良水山下良道も多分いたと思うんですけどで僕は一視聴者というか わああすごいなあ,寺さんあ,すごいなあ松本さんあすごいなみたいな感じでいやいや見てた中のその写真の人たちと一緒になんかできてすごい夢心地みたたいな感じで回ってましたね。そうですね3え <laughs> 大阪名古屋東京行って九州も行きましたし広島も行きましたし北海道であと仙台も行って。うん でファイナルであこれがそれじゃないですか <laughs> 噂のファイナル京都京都はいはいね本当に京都のとある場所でやろうとしたんですけど、うん、それがねなんとなくあのやらないでくださいみたいない、うん、<laughs> う人たちが多くて、うん、はいまあねあのそこで 意地張ってやってもよくないと思って「うん、場所がなくなりました」って言って「どうしましょう」って言ってたらあのかっこいい男松本翔慶がこう <laughs>、ね、段取りしてくれたんですよねうん本音そうです、ね、そうですはい本当最後、えー、松本さんのおかげでできた感じでしたよ <laughs> <laughs> 年さんよかったなすごいいい環境でしたよね、うん、あの自然の中でやる感じでにファイナルも大勢の方が来ていただいてうん、うん、それではい何をやったかというと両、うんはい、堂さんと一生さんの座禅、はい、そうですね座禅というのかな 両道さんはワンダルマメソッドですね、うん、で衣装さんは即興で結構ソマティックワークみたいなボディーワークみたいなのをしてちょっと座るとかそうですねうん、うん、そんな感じでであとはお二人の対談ですねあれその全国ツアーでやってるけど、うん、毎回中身違うでしょ、はい 違います,違います、ね、はいだって、ま、特に一生さんが、うん、その場で感じたことをやるからそうです、うん、はいめちゃめちゃ面白いんですよ、ね、本当にうん台本にないことをやるっていうよりは台本がないそう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 うんうん 法然院さんね懐かしいなあれがうんでもうい,い一旦終わったんですよね、うん、一旦終わってチームアップデートも解散みたいな感じで <laughs> ね、うん、一緒に回ってたメンバーもはいそうですね、うん、でところがなんですよねところがまた、うんえー、その後に展開があってあの 領土さんと一生さんが新宿の新宿かな朝軽で対談をなんかしてたんですよ。うん、それ、うん、それもアップデートか違うかな仏教3.0を哲学するとかなんか、はいろ<そ>いろそ,、うん、そうですねその辺の絡みでお二人が対談して。 るん対談することがあってそれを僕東京に聞きに行ったんですよねそしたらまた面白い会話を本当トムとジェリーみたいな感じでやってるんですよ <laughs> <laughs> もう分かってるお,お互い分かってるんだけど分かってないふりして <laughs> こう聞き合うみたいな <laughs> <laughs> トムとジェリーでその回もなんかこう質問タイムなしにこうお二人のしゃべり 散らかしで終わっちゃって <laughs>、ちょっとおかわりが欲しいなって言って、うん、僕が思ったんですよね、うん。で、ちょっともう一回お二人の話聞きたいんで、ちょっと名古屋来てくれませんかって言って、うん、名古屋でお二人の話聞きたいですって言って、うん。で、まあ、アップデートする仏教っていう名前じゃなく、うん、やったんかなどう、どうだったかなちょっとわかんないんだけど、名古屋でお二人呼んで、 やうん、アップデートする仏教を体感しようリターン帰ってきたみたいなそんな感じでうん、うん、はいやりだしてうんで名古屋でやってそうだ大阪にまた行ったんですよ四天王寺さんに今城さんのお力をまた借りて、うんうん、でそこで帰ってきたアップデートする仏教を体感しようって言って目打って またちょっと全国行きたいなって思って、お二人を見越しに担いでというか、あの、うん、はい。で、またやり出して、で、お、名古屋、大阪、で、東京の目黒不動尊さん。はい。でもやらせていただいて、はい、で、また、その後どこ行こうねって話してたら、コロナが、は、やり出して、 ちょっと対面ができなくて今オンラインで、うん、あのはい季節ごとにやらせてもらってる感じですうはいレオドーさんも一生さんもはいまあ個性的ですよねそうなんですただねすごくあの身近に僕いつもいるので、うん、全然個性的っていうかあいつも同じような ああいつもの話だなと思って聞いてるんですけど他の人たちが聞くと多分異質なんですよね、うん、<laughs> そうなんだよなすごいすごいいいことをたくさん教えてくれるんですけどね。ねうん、で、まあ、結構面白いなって思うのが、うん、それぞれにまあお,お,寺、うん、お寺っていうか。 まあ普通のお寺の住職じゃないんですけどいわゆるそのお墓があってお葬式をやったりとかっていうじゃないけどなんかこう活動拠点があり、うん、えコミュニティがありお弟子さんというかそういう人が集っている、うん、サンガですよね,ねそのサンガの一生さんと領土さんのなんかこう雰囲気の違い色,、ね、色の違いが。<laughs> なとも言えず面白いなはい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 、うん、そ,うなそれもねなんかねこの間衣装さん衣装さんと両道さんをそれぞれ招いて衣装、うん、さんを囲む会両道さんを囲む会っていうのも、うん、今企画して Zoom でやってるんですけど、うん、こない前回の「衣装さんを囲む会」で出たのがあ前回の,その出た話題がすごい面白くって。 まあ、さんは何系一生、うんえー、さんは何系さどうでしょうどういう発言があったと思いますあ何系で <laughs> おいろいろそうだなうん 僕はあのポストレリジョンとかいう,、ねはい、う話をしますけどまあそれで言うと、はい、領土さんの方が、うん、まあなん,なんか、まあ、別に領土さんがそうっていうわけじゃないんだけど結果生まれてくるサンガは結構レリジャスな感じはするっていうか、うん、レジジャス宗教っぽいっていうはははい、はい,はい、はいうん。 うん、まあそ,それで言うと逆に衣装さんの方はポストレリ,リジャスというか、うんえー、まあライトな感覚のあまあ今っぽい感じっちゃそうだし何、うんうん、だろうまあそれ何系っていうのか分かんないですけど、うんまあ、そこはちょっとこう、まあうん、一つの軸としてあるかなと思いますね。はいうん仏教は なんていうんですか、ね、こう九渋滅道とかあるじゃないですか。うか、ん。ドゥッカ」。「ドゥッカ」。「苦」を解消していくための道みたいな一つあると思うんですけどド、うん、さんはドゥッカ系だと。<laughs> <laughs> <laughs> ドゥッカを召してくっていう。うん、ドゥッカ系。<laughs> <laughs> そうそう。さんは、うん なんて命の驚愕というかななんていうんかなこうなんだこれはみたいな驚愕<う>驚きそう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 ん、おし星空体験とかなんとなくイメージ湧きますかねこうこうなんで生きてんだみたいなそう驚きはい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 うん、うん、そっち系 <laughs> そっち系うんえー、っとなんかねギリシャかなんかでうん タウタウマンなんとか違うかなあしたまでに調べてきます <laughs> はい、うん、はい出かけとあき生きてる喜びをこうとか、うん、なんかうん生きてることが驚愕だみたいなはいはい、はい、そう喜<ぶ>新鮮な驚きみたいな <laughs> そう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 ,うん、うん そっち系が一生さんかなって言って,言ってましたねうんうんはいまあなんか分か,分かる感じ、ね、まあ単純に言うともう、うん、暗いか明るいかっていう, <laughs> <laughs> もう身も蓋もない感じずっとオブラートに包みました <laughs> <laughs>、うん、いやでもね暗いっていうのも 大事だなっていうのもありますしね、明るいのも大事だな、ね、両方大事ですよね。こうどっちかじゃなんかこうバランス悪いしみたいな。うん、なんかなのでね、お二人が揃うとすごい面白いんですよ。そうですよね。はい。ぜひあの。しがさんね、はいはい、その、うん、まあ暗い明るいとかで言うと、うん、やっぱ明るいものに光が当たったり、うんはい、まあ惹かれていく人も。うん この、世の中でいうと、ポジティブネガティブという話が、まあ、みっとも。ポジティブ。うんうん。らいさんなんですけど。飯田さんは、その点、まあ、その、どっ系っていうか。あの、そっちも、かなり愛してますよね。ああ、そうしてやまない感じ。そうですね。そうなんですよ。ただ、憎めない。そう。うん、ただ、僕、本当に。うん。 一切佳くとか本当わ分かんなかったんですけどねうんうん、うんえなんでって結構楽しいじゃんみたいな <laughs> <laughs>、うん、そうなんですけどね、うんうん、でもあそうだなお二人とも好きだな、ね、うんじゃ本当ねお二人に皆さんもご縁持って触れてほしいというかうんうんそうだね はいそうなんです、うん、はいじゃあ今日はこの辺ではいありがとうございますナマンダブナマンダブナマンダブツナマンダブツナマンダブツありがとうございますありがとうございますここからは音の巡礼のコーナーです 全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧くださいトークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしておりますそれでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい 皆様どうもおはようございます。私は山形県米沢市にあります浄土宗サイレンジの住職伊藤隆信と申します。これより浄土宗に伝わります光明摂取のごあさんご栄華をお捧げをさせていただきます。このご栄華はこの世の無常、また 大切な人との別れの悲しみを歌うとともに、私たちが光あふれる安らかな浄土へ、阿弥陀様のもとへ迎え取られる、その喜びとありがたさを歌った古い歌に、節をつけたものでございます。それでは、お捧げをさせていただきます。 捧げたてまつる光明摂取の子はさんい人の子の世は長く死

あげ 你。Me みなぶつ、あみなぶつ。如来大事大イミン五ね。 天元和順、維持が商名、風維持、祭礼吹き、国部民難、氷河無勇、取得公認無修来場。コロナウイルス物庫者、追善増上母提また、願わくは、三外万礼、無縁無縁内し北海、平等理益。それでは、皆様。 どうぞよろしければ、ご一緒に十遍の生阿弥陀仏の念仏、四回、四回、二回と区切りまして、十回ご一緒にお唱えをお願い申し上げます。道昇十年、ナムアミ陀ブ、ナムアミナブ、ナムアミナブ、ナムアミダナ ナムアミナブ、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 ナムアミブナアミブ、ツナムアミダブナムアミダブ。皆様の今日一日が、仏様のお見守りのもと、安らかなものでありますよ。 本日はどうもありがとうございましたこのポッドキャストはノートマガジン松本松敬の北条案よりお送りしましたお経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でしたゲストへのメッセージや 番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしておりますそれではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう